はい、皆さんこんにちは、しなたんです。ハッピーハロウィーン、イエーイはい、今日は10月31日ということでちょっと仮装をしてみました。はい、で今回の動画は10月のお気に入り紹介です。ではレッツゴー。はい、ということで10月のお気に入りを紹介していきます。まず一つ目はじゃん、こちらの無印良品のルイボスジンジャーチャイです。前にも私ほうじ茶ラテを紹介したと思うんですけど、無印のほうじ茶ラテが大好きすぎてちょっと他にも無印美味しいんじゃないかなと思って今回ルイボスジンジャーチャイっていうのを買ってみたんですけど、すごく美味しかったです。本当最近ずっと寒くってあったかい飲むとか本当これからたくさん飲むようになるし、ちょっとお気に入り見つけとこうと思ってこれを買ってみたら予想以上に美味しかったです。ジンジャーって書いてあるんですけど生姜なのですごく体が温まってとてもいいです。本当に飲むごとにハマっていきます。生姜とか紅茶が好きな方はぜひ飲んでみてください。2つ目はこちらになります。これ動画でもご紹介したんですけど、リンメルのベルベティステイマットの006番ブラウンのグリーンになるんですけど、もう本当にこの色可愛くって結構見た目ブラウンだからちょっと心配になると思うんですけど、塗ってみると案外馴染みやすい色でとても可愛いです。ぜひ装置とかつけた感じの動画も出してるのでぜひ概要欄にリンク貼っておくので見てみてください。これから冬でもじゃんじゃん使っていけそうな色味なのでこれからもずっと愛用していこうと思います。はい、3つ目がじゃん、こちらになります。これ結構前に購入品で紹介したかなと思うんですけど、ストラディバリウスっていうブランドのファーのバッグになります。もう本当に可愛くって、これファーなんですけどすっごいモコモコで触り心地も気持ちいいし、このチェーンもすごいごつめで可愛くなってるし、コーデがシンプルすぎる時とかこれを一つ加えるだけでこれにインパクトがあるのでとてもおしゃれに見えます。で5つ目がじゃん、こちらになります。はい、今つけてるつけまつげなんですけど、このつけまつげダイソーで買ったんですけど、私もともとつけまつげつけていなくって中3とかの時は結構つけてたりしてたんですけど、最近全然つけなくなっていつもマスカラだけになってしまってたんですけど、ちょっとハロウィンということでいろんなメイクもするしつけまつげ買っておこうと思ってこれ買ってみたらとてもよくってびっくりしました。今日もデビルの仮装につけまつげつけたんですけども、存在感もすごいし、で今まで100均のつけまつげとかってなんか硬かったりだとか変にツヤツヤしすぎててちょっとリアル感がないっていうか、なんか他のドンキで5個セットで1000円とかやってるやつと比べるとすごくなんか、まあ、安っぽいなっていう感じだったんですけど、最近の100均のつけまつげは本当にすごいなと思います。まあ、自然ではないとは思うんですけど、鉄筋でわからないようなクオリティだったりとか芯も柔らかかったりすごくつけやすいなと思います。長さもねちょうどいいし、本当にいろんな種類のねつけまつげがあったり、今もブラウンのつけまつげとかもあったりするのでお気に入りが見つかると思います。はい、今回はこんな感じで10月のお気に入りをご紹介してみました。今月もたくさんのお気に入りが見つかって幸せです。少しでも参考になればなと思います。ぜひぜひ皆さんのお気に入りとかもコメント欄で書いてくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。トリックアトリート。